では、コーポラティブツールユースアセージってあるので、多分ツールなので、協力的なツールの使用ということですね。はい、NF なので、はい。はい。ここで言うところの、なので、相互扶助的な、はい。はい、共同組合か、合理主義です。はい。はい、文明は都市のクラスターであり、都市はツールのクラスターですと、はい、いいですねこの N 書き方。歩道、道路、輸送手段などすべてがツールです。そしてそれらの建物、道路、輸送手段にある無数の器具、道具、機械もまたツールです。私たちが仕事をし調和して生活するための何百万ものツールがあるにもかかわらず、アイデアリストたちはそれらがどのように使用されるべきかについて合意があるでしょう。これはガーディアンたち、 SJ たちの従順さよりも合意が特徴的な協力のわずかに異なる側面です。したがってアイデアリスト NF の人たちは建築基準、税法、交通規制など私たちの行動を統制する多くの法律を、それが法律であるだけでなくコミュニティ共通の同意、目的の統一または共感を表しているからです。一致同意、合意適用、この協力の側面がアイデアリストの意識に多くの影響を与えますと。合意が必要って話ですね。 SJ は合意なくてもルールならルールなんですよっていう感じじゃないですか。 NF はルールもだけど、もうその前より、その前に合意が必要って話じゃないですか。ルールを作るよっていう、ルールがあったとしてもちゃんとルールを守ろうっていう合意が必要みたいな。 SJ はもう合意なんかなくてもこれルールだからちょっと悪い癖出していいですか、はい、何が違うんですか。違うじゃないですか。合意がなければいけないって話ですよ。仲良くしようよってお互いの心のつながりみたいな話じゃないですか。 SJ は、 SJ は心のつながりなんかいらないんですよ。ルールですよ、ルールを守りましょうだけなんですよ。だけじゃないかもしれないですけどまあ大げさに言うと、じゃあ、なるほど、ルールを守ることこそが大切なんですよ、私を守るために。だからみんなルールを守りましょうって、あなたは合意しようが しまいが関係なくルール守りましょうみたいな。本来ルールなんて、はい、仲良くしましょうがあればルールなんていらないんですよ。はい、って思いません仲良くしましょう、まあ、そんなことは思わないですけど、上位概念が仲良くしましょうですよ。仲良くすることではないって話じゃないですか。SJ の人たちは自分の財産を守ることが最優先で、その守るためにで、まあ相手も守らなきゃいけないからルールが必要みたいな話じゃないですか。なるほど、はい、まあ、その今の説明聞いて、はい、まあ、多分半分ですね、はい、理解としては、はい、あの心の中には落ちてきてない。その S って具体的で、N は抽象的っていうじゃないですか、はいはい、仲良くしましょうって何ですかですもんね、 S 的に言うと。なるほどね、はい、まあ、説明できないけど、で、まあ、その辺が、まあ、察してよとは思うんですよ。抽象的なわけじゃないですか、うん、仲良くしましょうっていうのは喧嘩しないことってことですか。じゃあ仲良くしましょうもルール付けすればいいじゃんっていうのがルールなわけじゃないですかっていうことですね。そう、だから合意なんかいらないみたいな。じゃあなんだ、笑顔3回会話の中でしましょうっていうルールを作ればいいのかみたいな、そういう話です。あ、そうしましょうって話じゃないですか、 SJ 的にはあ、それがいいですね、そうしましょうみたいな。人は殴っちゃいけませんっていうルール作りましょうみたいな。拳と拳で仲良くなることもあるだろうみたいなっていう、多分そういう感じの S は多分そういう感じじゃないですか。仲良くしましょうって何ですか一体っていうのが S 的。なるほど、仲良くしましょうって分かるでしょじゃないですか、抽象的な、なんかこういうもんですよみたいな、まあ、N 同士だったらなんか分かりそうな感じはするんですけどね、はい、協力、グループのために他の人と協力して行動すること、
はい、これはアイデアリスト NF にとって選択したツールと操作の機能的な有用性よりもはるかに重要です、うん、アイデアリストの視点では NF の視点では人々の道具と行動は他の人に受け入れられる必要があります。たとえそれが他の非承認された道具や行動よりも効果が低くてもですと。 NF は SJ と同様に、アーティザン SP、はい、レーショナル NT のユーティタリアンなスタイル、これはどんな方法であれ仕事を終わらせるを非生産的でない場合でも非倫理的でそれは不快だとみなすと、うん、人々をないがしろにして合理的に、はい、仕事を終わらせるっていうのは、はい、倫理的でなくて不愉快だ、はいはい、なんかあれですよね、ちゃんと時間内に仕事を終わらせてじゃあ僕の仕事終わったから帰るみたいな、みんな残ってるでしょみたいなそれでそういうやつじゃないですか。はい、はい、そういうことですね。分かりやすく言うと、はい、ツールの従来の使用法は協力して調和して働くことに対する人々の感情を適切に考慮せずに増加したユーティリティのため軽々しく置き換えられるべきではありません。この辺が今もう僕は何を言ってたか分かんないんですけど、はい、でもまあ先ほどの例がちょっと分かりやすかったですね、はい、実際 NF は結果をあまりにも冷静かつ一途に追求するユーティリタリアンな行動に非常に懐疑的であり、温かい人間味が失われ良い気持ちが犠牲にされ協力が便宜性の追求によって解消されることを心配します。一方アイデアリストは完璧な人間関係論争や争いの中に持ち上げられた相互のサポートに満ちた相互作用を夢見ている。 NF にとってどんな形でも闘争は非常に苦痛であり、それを避けるか防ぐために必要なことは何でもします。調停、平和的解決、促進を通じて友好的な関係を維持することが彼らのスタイルです。はい、さっきやってたやつですね、飽きた方してもうSJ を握ることは僕はなくなりました。はい、はい、NF です。こっちがしっくりくる、ね、J を持ってる子も J はあるかもしれない、はい、あんまあるかもしれない、はい、これはアイデアリストが目標を追求するためのより良い方法や手段を取得し使用することに無関心であるという意味ではありません。彼らはツールの有用性には全く抵抗しませんが、これは仲間の士気を損なったり不満を引き起こす可能性があるため注意深く検討されなければならないと。どんな企業でも NF の最初の考慮事項は常に思いやりのある人間関係を促進すること。彼らにとってこれは彼らの目標を達成するために必要なことのように思われると。彼らの理想は彼らの周りの人々がお互いにうまくやっているのを手助けし、お互いを気にかけ、そしてそれによって全ての人々のために協力して働くことですと、うんうん、なので僕は今、はい、秋田方市に行ったら、はい、まあまあって、昨日言いましたね、はい、まあまあってやって、はい、市長がやりたいこともやらせてやる、はい、でも謝ってって、はい、一回謝っ て、はい、でお前ら議会側、はい、何も言うなって、はい、もうこれでいいだろって、うん、うまくいくんだから、はい、定数は守ってやる、はい、あの半分にはしないよって、はい、はい、これでちゃんちゃんねって、うん、あとはちょっとずつまた考えていこうって、うん、いうのが市長にもいいんですよ。市長にもいい、うん、はい、だって自分がいいねってことができるんだもん、はい、僕が上にいればね、はいっていうのが僕の市長も生きるし、はい、議会も生きるっていうのが、はい、一番素晴らしいんだろうなって思うんですよ。はい、ないけど
難易度は分かってるけど、はいはい、じゃあ定数半分ねって言いそうですもんね市長。そこ通してそれは言うなって言ったよねって、それを通してきてくれたらみたいなそれは言うなって言ったよねって、はい、ちょっとずつやっていこうって、はい、まず一人減らす、それはごっくんしようそれはごっくんしようって、はい、その代わり敬語ねって、はい、敬語だよって、はいはい、で、はーとかやらないよって、はい、仲良くする秘訣だから、はい、って思うんですよね、はい、はい、すいません、枠とかフレームとか土台を重視していて、その中でなら好きにしてくれが SJ か、うん、まあそういうことなんでしょうね。まあ多分そうだと思います、はい、それさえあればいい、それがあれば、それがあってみんなそれを守ってくれればそれでも十分みたいな。でもその前にやっぱ同意形成っているじゃん。同意なんかなくても守ってくれればいいって話です。いやいや、って SJ 的には多分そういう感じです。まあ、法律があればいいってことですか。法律もあって、法律をみんなが守れば、守るかどうかは同意形成ですよね、はい、守るかどうかはあの権力行使でもいいわけじゃないですか。警察が恐怖政治ですか。まあ SJ 的にはそれでも、おーちょっと戦いますよってなりますね。そうなると SJ 的にはそれで守ってくれるかどうか。今ガンジーになりました、今私は、はい、あ、じゃあ戦おうかって、はい、はい、なるほどね、はい、イギリスは SJ ですね。 SJ かもしれないなるほど。あやさんが、結局カーシーの上下軸、上なら直ちに協力的扶助的というのではなく、関心の原点が協力的扶助的なところにあるということではないでしょうかと、うんうん、ブラック校則とか NF が一番非倫理的とか言って反発しそうだと、はいはい